はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵に乳酸菌飲料ラクティ、ヤクルトのですね親戚みたいなジュースを混ぜて飲んでみました。生きて腸前届く乳酸菌なんでしょうか。まあ腸前届いてほしいですね。腸活の一環でエビオスも飲んでるんですけれども、確かにエビオスを飲み始めてから、下痢気味だったのが、汚い話でちょっと恐縮なんですが、下痢気味が軟便に進化しました。便というかすっきりとした快便、軟便、下痢気味だとすれば、下痢気味から軟便に進化しました。なので今日はこれを飲んだので、明日は快便になるかもしれませんね。で味とか香りは基本的にヤクルトだと思っていただければ差し支えないかなと思います。で結構安かったので、非常にコスパが良いと言えるかなと思います。生卵50個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっておりますけれども、有効の皆さんは絶対に真似をしないでください。卵の値段がなかなか下がりませんね。鶏さんが夏バテして、大きな卵を産まなくなったというのが卵の価格の上昇の原因らしいんですけれども、急に涼しくなりましたので、これから下がるのかなと思ったんですけれども、これから冬とか正月にかけて、卵の需要がですね、需要の方が上がってしまいますので、価格はそんなに下がらないのではないかと、そういう 見方もあるみたいです。なかなか辛いんですけれども、でも冷静に考えると、卵とかもやしっていうのは、これまで安すぎましたよね。これって生産者の側からしたら、値段としてあまりフェアじゃなかったのかもしれないですよね。生産者側だって、適正な利益を得ないと、持続可能でもないですし、消費者がね、そこに甘えてね、1円でもケチろうっていうのは、回り回って社会全体として良くないのかもしれませんから、卵に200円っていうのはね、で、卵って安い時は150円とかで買いましたからね、一泊。200円で売ってもらえるだけ感謝しなきゃいけないの。ちょっと前にですね、鳥インフルが流行った時でしたかね、電気代がすごい上がった時に、上野公園の国立科学博物館が電気代がきついので、クラウドファンディングして2億円か3億円ぐらい集めたっていう話があったじゃないですか。私もですね、あれやろうかなと思ったんですよね。卵値段が上がって辛いので、クラウドファンディングさせてくださいと。毎日生卵50個飲み続けるという人体実験でございますと。で、つきましてはご寄付のほどをよろしくお願いしますと。これね、バズる可能性あったんじゃないかなと思うんですよね。で、お金も集まるかもしれないし、かつ、そのクラウドファンディングのそのサイトで、私のこの企画を広告宣伝することもできるから、一石二鳥でこれはいけるんじゃないかなと思ったんですけども、本当に財政破綻するほど追い込まれてはなかったので、結局それはしなかったんですが、本当にこの客が成り立たないというぐらいお金がなくなったら、もう恥も外聞もなくですね、プライドを捨てて、クラウドファンディングに掲載させていただこうかなと思いますので、その時はよろしくお願いします。はい。ということで、現場から以上です。